関税におけるその評価の仕方っていうのは、うん、僕らは高く買いすぎるっていうのはしないポリシーなので、そういった切り口でシナジーが生み出せるような解散であれば可能性があるんじゃないかなというふうに思っています。ここからちょっともう少し踏み込んでお聞きしたいんですけれども、はい、M&A における評価の付け方、はい、まあ、利益ベースはどうしても評価がつきにくかったり、まあ、PSR で付けるとかいろいろあるんですよ、はい、マネモガードさんにおける M&A におけるその評価の仕方っていうのはどういうお考えでこう今までやられてるのか。はい、実は結構シンプルで、価値評価は将来の事業計画の予測というのを、まあ、もちろんいくつかのパターン考えますけれども立てて、それに基づいて DCF、はい、ディスカウントキャッシュフローの手法で現在価値を算出して、僕らが考えるその会社の企業価値が株主の方だったりが考える企業価値、株主価値と、まあ、すり合えばM&Aになりますし、まあ、そこが乖離がすごくあると僕らは高く買いすぎるっていうのはしないポリシーなので、すり合えばM&Aにつながっているという形ですね。結構やっぱ事業計画を作ってらっしゃらない会社さんも結構いらっしゃると思うんですけど、それは新たにこう作ってもらってこう検証しながらやるっていうところ。そうですね、まあ、実際その M&A、まあ、グループジョインの検討過程においては必ずマネジメントの方々が考える今後の事業計画っていうのは出していただいてます、ね、はい、やっぱりそれが議論のまあ出発点になるので、 それがありません、作れませんって言われてしまうと、まあ、ちょっと逆に提案するのも難しくなるかなという気はします。その計画上やっぱ見るポイントとしては、まあ、トップラインがどれぐらい伸びてるか、顧客数とかいろいろあると思うんですけど、どの辺はこう見ます？そこはもう本当にいろんな観点で、例えば過去からの成長との連続性であったり、はい、例えばこれまで成長率が低かったのに急激に高くなる場合には考え方となる要因というのは何なのかとか、はい、裏側の定性的な部分で本当にこのプロダクトって競争力どれぐらいあるのかみたいな検討っていうのは多角的にします。もちろんトップライン売上だけじゃなくて最終的な利益の構造も大事なので、将来の売上がこう伸びている中で全然費用は増えない計画だとすると、例えば人員を増やさない、構成員を増やさなくても売上が実現できるのかみたいな観点は検証していきます。で、結果としてマネーフォワードとして作成したその会社の将来の事業計画というのを作り、それに基づいて株価価値の算定をさせていただくという形です。何しもその、まあ、利益だけでなくて、うん、まあ、採用人件費、広告費というところの伸びを見てと、うん、いうところも、まあ、SaaS というサービス上、うん、何しも黒字を出して成長を止める必要ないっていう、はい、多分相当投資をして面を広げていくというところをやられてると思うので、うん、そういった考えでこう見られる、うん、そうですね、やっぱり一番大事なのは、まあ、お客様への提供価値と将来の事業の姿、これはまあ5年後だったり10年後だったりしますけれども、そういった時に本当に大きな事業になって、はい、利益を出せる事業になっているかっていうのがポイントになりますので、それこそグループジョインいただくタイミングでは赤字でも全然構わないと思いますし、赤字でさらに今後まだ投資フェーズが続くので、グループジョインと同時に追加的に、まあ、いわゆる増資の形で資金を注入するということも全然問題ないと思っているので、実際にクラビスとか M&A グループジョインのタイミングで増資もしているんですよね。なのでこの資金を使って開発だったりセールスマーケットも投資をしましょうというようなことを、まあ、コンセンサスを取って一緒にやらせていただくという形です。まあ、ある会社さんによってはその伸びきった時に事業規模が100億ぐらいにならないと対象に入らないとかいう会社さんもいらっしゃるので、その辺のその売上インパクトみたいな、大体100億くらいになるとか50億になるとか、その辺と目線ってあったりするんですか？何か明確にそこで目線を引いているわけではないですが、当然5年10年のスパンでは数十億とかそれぐらいの事業規模っていうのはあってほしいかなというふうに思います。はい、実際そのジョインされた後のマネー保留の PMI みたいなのがあれば教えていただきたいんですけどね。そうですね、これもこれまでジョインいただいた各社によっていろいろやり方が違ったりするんですけども、基本的にはその会社のジョインいただいた、うちの場合はスタートアップのほとんどですけれども、はい、スタートアップの経営陣の方々が圧倒的にそこのところは分かっているので、マネーフォワードの方を詳しく知っていただくことによって、じゃあ自分たちもこういったことをやっていくにはこういう人が必要だなとか、こういう投資が必要だなっていうのが見えてきたときに、じゃあちょっとこの人をうちの会社に出してくれませんかということで、はい、結構その何人か活躍いただけるような中堅層のキーマンをですね、はい、出向だったり取締役というような形でグループジョインいただいた会社に入っていただいて、ジョインいただいた後はもう本当にパートナーで一緒にもう同じ目で伸ばしていきましょうというところなので、はい、その会社が伸びるように人を出していくという形が多いです。これだから単独のスタートアップだと、それをもう CXO 人材いっぱい、まあ外部から調達してきて、まあ採用のアンマッチもあったりして、結構うまく回らないってところはあるケースもあると思うんですけど、それはもうマネゴグループに入ることによって、あれでもお互い分かってるから、それこそ多彩的な人材をこうアサインしてくれるのはすごい大きいですよね。そうですね、うまくそういったところがフィットするといいなと思いますし、実際一番最初にジョインいただいたクラビスという会社は、まあ本当にジョイン直後から入っていったメンバーが結果的に今そのクラビスの社長になっているので、まあ、そういった形での、まあ、サクセッションというのも一つの選択肢なのかなと思います。はい。
あります。基本的には文化を維持しながら連携できる部分は連携していこうという。そうですね、まあ、これまでのところはジョインいただいた皆様とも話し合いながらサービス名だったり法人名っていうのは基本的に維持してきてますけれども、これもずっと議論してどのタイミングどうしたらいいみたいなことって中で議論しているので、はいはい、もう絶対変えませんということではなくて、はい、一番大事なのはそのグループジョインいただいたサービスがどれだけ多くの方で使っていただけるか、どれだけサービスとして普及できるかっていうのが一番大事なので、その観点でつどつどで判断していけばいいかなと。そうですね、マネーフォワードグループでも相当な広告費を打っているためにす、ね、マネーフォワードってつけた方がバーッと広がるってなると、まあ、そうつけた方がいいですもんね。そうですね、マネーフォワード全体で、まあ、2022年もですね、60億円以上のマーケティング投資を年間でしていて、かなりブランド認知こういったものも上がってきているので、マネーフォワードブランドの方が伸ばせるんであればそうしていくというのは合理的なのかなというふうに。そうですね、まあ、ちょっと今後 の、 その MA の、まあ、こういった企業さんとかこういう個人向け の、 その家庭合計のサービスがあって、うん、まあ、法人があって、うん、金融機関にこうそういった切り口でシナジーが生み出せるような会社であれば本当にいろんな可能性があるんじゃないかなというふうに思っています。であればちょっとお話しいただいて、はい、そうですね、まあ、本当にいろんな可能性があるとは思うんですけれども、まあ、僕らの場合は法人向けのサービスもあり個人向けのサービスもありパートナー様としての金融機関様、はい、会計事務所がいらっしゃるので、はい、そういった切り口でシナジーが生み出せるような解散であれば本当にいろんな可能性があるんじゃないかなというふうに思っています。必ずしも日本だけにも限られないかなと思いまして、はいはいはい、IR とかでも公表しているんですが、インドネシアで、まあ、今最大級のクラウドの会計とか HR のサービスを提供しているメカリという会社にはですね、はい、我々複数回出資をして、まあ、40% 以上の持ち分をお任せていただいたりしますので、まあ、日本に限らずですね、成長している事業というのは、かつその顧客の課題解決を実現している事業、ソフトウェアの領域がメインになってくるますけれども、必ずしもそこに限らず、例えば金融の領域みたいなところも含めてですね、ご一緒できる会社さんは本当にいろんな議論をして、それでお互いこう方向性が合うようであれば一緒にできると嬉しいなと思います。ありがとうございます。いろいろありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ちょうどこういった本も出てるんですけども、まあ、失敗を語ろうって僕辻さんの創業期からの話に書いてるんですけど、結構これを読むとマネコグループの考え方とかカルチャーってすごい分かるなと思って、結構生々しくいろんな話が出てますね。だこれを読んでカルチャー的にフィットしそうだなっていう人が結構グループにジョインすると。そうですね、やっぱり僕ら自身も、まあ、この本もそうですけれども、はい、ずっと試行錯誤を繰り返して新しいことにチャレンジするっていうのは当然失敗する可能性もあるわけですけれども、まあ、いかに失敗する可能性を減らしつつ新しいことにチャレンジして成功させるっていう発想で取り組んでいって、失敗したから評価が下がるみたいな世界では僕らは全くないので、とにかく新しいチャレンジをマネーフォワードと一緒にしたいというふうに思っていただけるんであれば、いろいろお話ししてみたいなと思います。ありがとうございます。本日はお忙しい中ありがとうございました。貴重な機会ありがとうございました。